本項目はアメリカ合衆国の集会議事堂の一覧である。アメリカ合衆国内の多くの州では、集会議事堂に、州議会の上下両院の議場及び、州知事室が置かれているが、すべての州において、そのようになっているわけではない。例えば、アリゾナ州では、州議会の議場も知事室も、別個の建物の中に置かれており、集会議事堂は、博物館となっている。 アラバマ、ネバダ、ノースカロライナの各州の州議会の議場は、集会議事堂とは別個の建物の中に置かれており、集会議事堂には、周知事室のみが置かれている。逆に、バージニア州においては、州議会の議場は、州会議事堂内に置かれているが、周知事室は別個の建物の中に置かれている。一方、アメリカ合衆国の多くの州では、州の最高裁判所は、 集会議事堂とは別個の建物の中に置かれている。しかし、インディアナ、ウィスコンシン、ウェストバージニア、オクラホマ、ケンタッキー、サウスダコタ、ネブラスカ、ノースダコタ、ペンシルベニアの9つの州においては、最高裁判所も集会議事堂の中に置かれている。英名では、サウスカロライナ、ニュージャージー、ニューハンプシャー、バーモント、マサチューセッツ、メイン、メリーランド、 ロードアイランドの各州の集会議事堂はステートハウスと呼ばれている。また、インディアナ州及びオハイオ州では集会議事堂はステートハウスと呼ばれている。残りの40州においては集会議事堂はステートキャピトルと呼ばれている。ありがとうございます。